セバスチャン・シャバルは、フランス・バランス出身の元ラグビー選手。ナンバー8及び、フランカーとして、ラシンメトロ92及びフランス代表でプレーしていた。シャバルは、カリスマ性を備えた、風貌、プレーともに印象に残る選手であり、多くの愛称が付けられている。シャバルが、クラブチームでラグビーを始めたのは17歳の時であり、プロ契約をしたのは初めて。 フランス代表入りした2000年という遅咲きの選手でもある。そのため技術的に未熟な部分が見受けられるのも事実である。シャバルは2000年3月4日のスコットランド戦で初セレクションを飾ったが目立った活躍をすることができなかった。驚くべきタックル能力は評価されたが攻撃面で優れていることを認めさせることはできなかった。ラグビーワールドカップ2003の3位決定戦で ニュージーランドを相手に戦った時、シャバルはカルロス・スペンサーとダグ・ハウレットに見事なタックルを決め、アーロ・メイジャーをひっくり返した。この活躍にもかかわらず、フランス代表監督のベナール・ラポルトは2004年のシックス・ネーションズにシャバルを召集しなかった。2007年のシックス・ネーションズで再召集され、夏のツアーにも参加。ニュージーランドとのテストマッチでは、チームは大敗したが、シャバルも 小軍奮闘の活躍を見せた。シャバルはクリス・マソエに強烈なタックルを見舞って、マソエが脳震盪を起こし、ボールを持ったままアリ・ウィリアムスに頭からぶつかっていき、ウィリアムスは顎を粉砕骨折した。ベルナール・ラポルドの要請に応える形で、シャバルはラグビーワールドカップ2007の代表にロックのポストで選抜された。ワールドカップ参加は2回目であり、 フランス代表悲願の初優勝、開催国優勝を狙ったが準決勝でイングランドに敗れ、優勝とはならなかった。シャバルはイングランド戦のノーサイド時には一人うずくまって泣き崩れ、フランス国民の涙を誘った。現在は TV の CM 等にも積極的に起用され、ラグビーファンを超えて、フランスでは国民的人気を博しつつある。シャバルは三列では、 アリノルドキのような選手に比べると技術が劣る。2列なら、ボールダッシュやラックでのプレーなど彼の得意なことに専念できるだろう。ベルナール・ラ・ポルトデキップ2007年6月14日。シャバルは2009年のシックス・ネーションズでは、運動量の低下からラックへの不参加を指摘され、優勝を逃した先犯となりかけたが、最終戦のイタリア戦で相手をなぎ倒す強引なトライを決め、 2010年のシックスネーションでも果敢な守備によってチームのグランドスラムに貢献した。ありがとうございます。